スパートナーのシャオフィルとハオくん、はーい、やっほー、みんな元気かな。元気、イエーイ。どう、いつも来てる海ですけど。いや綺麗ね。綺麗やろ。今日は一段と綺麗。あれなんか光れてる。あれあれれバレちまったか。今回なんですけども、見てもらったら分かる通り布団が海に敷いてありますと。でね、まず最初に言いますと、オープニングを撮ってる僕ら二人、エスポワールで一番睡眠欲がバケモンなんですよ。それに関してはもうね、言いたい一つ。何、こいつ寝坊45回してる。お前に関してはエスポワールの新曲住み始めてから毎回俺が起こしてる。まあ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 。はい、っていうぐらいね。流しましたね、うまいことを。ね、本当ですよね。いや、本当に実際俺起こしたことないけど、うん、ほんまにお前らは起きひんよな。なんでだろう、ね、だ欲が人より強いから。あー、よく言えば、よく言えば、うん、なんか唇になんか白いのついてる。エビカツかも。汚な。ということで、今回はこの睡眠欲が強い2人で企画をやっていきたいと思います、はい、今回の企画、うん、真夏の海で爆睡バトルてますの。マジで言ってます。え、そんな余裕じゃん。いやいやいや、もうキンギン、もうギシギシ焦げてますこっち。今日の昼間の気温が36度です、はい、いや日が暮れてきた言うても全然日照ってるよ。でも今ちょうどね、熱中症にはならない程度の気温ではあります、ね、それぐらいの気温に今下がってきたということで、ちょっとこの企画を取りたいなと思ってるんですけど、はい、今からこの睡眠欲すごい2人で、うん、海に先ほど引いた布団に同時に寝ます、うん、もう簡単です。起きたら即終了でございます。いつも12時間寝てますから、もう起きる心配はないですよね。そう、しかも環境音が最強。もう寝なさい言うてんのって一緒や。お前なんか売れない芸人みたいな。2人もさ今日あんま寝てないし、たまたまねちょっと編集の日が一緒で、うん、あんまりね睡眠も取れてないんで、うん、ほんでね、まあ、一応熱中症怖いんで、クーラーボックスに飲み物と冷え切った氷が入ってます、はいはいはい、プラス近くにはねケイスケとか車で待機してもらってるんで、30分ごとぐらいにね様子見に来てもらって、で、はい、でも本当にギブだったら車に書き込んでください。あー、なるほどね、うん、なんでもう熱中症対策はもう万全でございます。 OK でございます、はい、てな感じで、はい、もう眠いんで、うん、させてもらっていいですか。全然どうぞ。早速カメラセットして寝ていきたいと思います。いくぜ、レッツスリーピー。待って、その前にさ、あれやろ、このまま夜まで寝れたら朝まで寝ておいていいってことやろ。全然いいよ。だから目覚める、目覚めが終了ってことでしょ。そういうこと。だからどっちかが起きたとしても、どっちかが寝てればそのまま寝てていいよ。手がない。レッツスリーピー。はい、ということで準備が整いました。はい、汗かくと思うんで、はい、先水分だけ取っていい。あー、いいですね。おお、あんまり冷えてないけど。ポカリスエットイオンウォーター。あ、ね、一応ヤバくなった時のためここに。ありがとう。支給品置いておきます。ということでまず乾杯。乾杯。完璧。バカやん。え、もしかしてこれ1本しかなかった。いや、あるよ。エピタ貼っとく。貼っとこうぜ。うわー。はい、ということで、はい、本当に準備ができたのでいきたいと思います。じゃあ俺ら行くよ。あ、オッケー。じゃあおやすみ。おやすみなさいます。ということで、おやすみ。おやすみなさーい。じゃあな。じゃあな。はい、頑張ってね。溶けるんちゃう。お前今日ごついことなるで。やっぱ日差しが体力なんだけど、これマジックシリンダーって使うもん。海よ、怖いな。すいません、もうちょっと。さあ、6時のチャイムが鳴り、ただいま6時2分、あれから約30分ほど経ちました。はい、では確かめに行きましょう。はい、行きましょう。見てください、この夕日、インスタ映えです。はい、様子見ましたが、はい、爆睡でしたね。寝てましたね、あれは。でも時期にもう日落ちますからね。確かに。あと1時間半ぐらいで、うん、日落ちたらもっと寝そうやけど。うん、なんで一回僕たちは家帰って、はい、カメラのバッテリー取りに帰ります。はい、では行ってまいります。行ってきます。
はい、ということで、はい、カメラをエスポハウスに取り組みに帰って、ちょっと時間がかかっちゃいまして、はい、7時22分。1時間弱経ちましたね。うん。もう、あたりも暗いんで、暗視モードにして見に行きたいと思います。はい。はい、では、あたりはすっかり真っ暗です。いや、真っ暗。そうやろ。マジで。マジマジで真っ暗。はい、ということで、はい、見えてきましたが、超絶爆睡でした、ね、爆睡でしたすごいよな、これやばい雰囲気がな、これ朝までコース可能性は出てきたねな。はい、ということで、なんか膝に虫みたいのが当たって早く起きました。そしてただいまの時刻19時56分でございます。ということで、もうケイスケに電話したいと思います。電話ができた。え、ハン君です。ハン君か。あ、もしもし。はい、今起きました。一人だけ。はい。あなたの睡眠時間記録は約2時間です。マジか、2時間か。じゃあちょっと迎えに行くから待ってて。あ、はい、わかりました。ありがとうございます。で、行くわ。はい、はい、どうします。2時間だそうです。なんかね、あの膝に当たったんですよ。小指みたいなんで。で、起きちゃいました。では行きましょう。はい。おはようございます。おはようございます。朝ですよ、MC。 あー、そっか。僕の記録2時間でしたっけ。約2時間。ちょっとね、予想外。じゃあ、ね、俺ね、余裕で寝れるんだけど、ね、熱い。膝に小指みたいなの当たって。あ、それでビビったの。そう、なんかピッみたいな来て、うわっつって起きて。で、その時にもう、まあ、最悪起きてしまったっていう感じで。でもなんかこれはオチ的に見えますよ。で、この動画をこれ終わりですってなりますよ、ね、このまま 寝さすんです。なりますよ。今ちょっとしょうもないです。ですよ、ね、で車に取り行きたいもんあるんで、車ちょっと行っていいですか。ちょっと車すぐ行ってみて。はい、すみません。何車に取り行きたいの。持ってまいりました。最初からそれ狙ってた。そんなことはない。これあるなぁ思って。でね、俺やられたでしょ。この人とこの人とあの人も散々、うん、そう、海水でやったと思って。はい、ということで、今からこいつに大量の海水を汲んでバシャーンいきたいと思います。これがオチです。今考えてオチです。ということで、バケツに海水を汲んでいきたいと思います。起きないうちに帰るよ。はい、行きましょう。波動だみたいな。おはようございます。ほんまに変質者みたいになってる。おはようございます。爆睡してましたね。今は
8時16分お前やったよね俺に散々ずっと乗ってくださいよあれ考えて俺に対応してよノリノリやったよいや、ノリは乗りますよ、それやろノリは乗ったから俺もノリに乗ろう思てここしかないなと思ってなるほど、ね、ここだって片付けも簡単やなるほどねそうやババアを超えてたもんババアを超えてたなあ、寒いのちょっと寒いはい、ということで今回の記録はもっちゃんがまあ無理やり起こして3時間、僕2時間ということで睡眠、爆睡をもっちゃんでいいかないやし、たぶんこのまま置いてたら朝まで行ってたって行ってたよな、ほんまに意識なかったっすよ普通に寝てました俺らがじゃあそこで喋ってたの聞こえんかったえ、そこですかずっと普通に喋ってたよね、うん、バケツで今からかけたいと思いますって普通に全く聞こえてないですはい、ということでね体がベタベタして気持ち悪いんで朝風呂、もっちゃんと入っていきたいと思います朝風呂入ってきてる。じゃあということで皆さん朝風呂でお会いしましょう。バイバイ。帰ろうぜ。帰ろう。わあ、スリッパどっか行った。やばい。走り出したこの息吹を風に乗せて今動き出すよ。どうしたん？いや、メガネなくなった。顔怖いね、お前。ちょっと、ズーム。ちょっと待って。マジメガネなくなった。絶対海、朝風呂の時やろ。お前、どこの人？怖っ。え、俺朝風呂の時メガネかけてたっけ？かけてたやん。かけてた。あれ、お前朝風呂言うのやめろ。